一いやちょっと高いなと思いましたけどそれに見合った最高の試合をして勝つっていうことを子供に優しくないなっていうのは <laughs>、はい、この試合で歴史の教科書に乗りたいなと思いましたね、はい、まあちょっと驚くと思いますが多分日本の格闘技史上 いや日本のエンターテインメント史上過去最高額、えー、そういう金額をつけさせていただくことになりました VVIP、ね、席アリーナの最前列1列目1席300万円2列目200万円3列目100万円そして、えー、その後ろ4列目以降で VIP 席30万円 そしてその後ろ、SRS 十万円、RS 五万円、SS 三万円、S 二万五千円、えー、A 席が一万五千円、この研修で、えー、進めさせていただきます。いや、ちょっと高いなと思いましたけど、あのまあでもそういうこの試合をそういう価値としてあのつけてくれたっていうのは嬉しいことだし、うん、それに見合った最後の試合をして勝つ。 ということを、はい、決めましたで、まああと、まあ、値段も値段なんで本当その知り合いとかその友達とかはちょっとその前の方で見れないというのはちょっと悲しいなと思いましたけど、はい、でもまあ,あのそれがこの試合につけてもらった勝ちだと思うんでそれに見合った試合をしたいと思います、はい、那須川選手はどうでしょう そうっすねちょっと、うん、子供に優しくないなっていうのは <laughs>、はい、思いましたね、まあ、なんか僕はやっぱ小さちちい子とかそのにすげえ来てほしいなっていうのが、まあ、一番あったんですけど、まあ、でもこう、ね、この試合に関しては本当にこういった価値があるんだぞっていうのも、まああのみんなに知ってもらえば嬉しいなと思うんで。まあ、だから で最終的にはその、まあ、この試合で歴史の教科書に乗りたいなと思いました、ねはい、なるほど。詳細に関しては、k 1ライズ・ライジン公式サイトの方で、えー、東京ドームの略式図面もつけ,つけた形でご案内をさせていただきますんで、RS 席ってどの辺だとか、s s はどうなんだとか、含めてあのご確認、えー、いただけたらと思います。 また、すでにあのよからぬことが起きていましてチケットを今だったらお金を振り込んだら取れるから、えー、チケットのお金を振り込んで申し込みを、えー、してくれみたいなことでチケット詐欺がすでに、えー、起きていまして関係者含めてちょっと頭を悩ませているところですがそんなことでチケットは取れませんので。あの 間違ってもそういうい詐欺被害に遭うことがないようにです、ね、皆さんお気をつけいただけたらとそう思っております。